Huge Vision Go! こんにちは、リュウイチです。今日はね、違う。どうも、リュウイチです。今回はですね、じゃーん。おでんをね、買ってまいりました。これはリクエストがあったんですよ。そして、こちら。豊から亭の唐揚げでございます。そして飲み物はですね、こちらに見えます。スミノフアイスということで、このリュウイチビジョン動画初めてです。で、今回ですね、このスミノフアイスにはですね、じゃーん、こういったですね、景品がついています。これマスクなんですよね。開封してね、装着してみたいと思います。マスクに至ってはですね、全部で12種類あるみたいです。それではね、ちょっと早速つけていきたいと思います。はい、こんな感じになりました。ということでね、これぐらいにしたい。それではね、早速いただきます。今回ですね、セブンイレブンでですね、おでんを買ってきたわけなんですが、なんとかソーセージ。あと、牛すじ。で、これが、なんて言ったらいいんですかね。ごぼう巻き?ごぼう天?まあ、どっちかなんですけど。と、これが魚の団子になるんですかね。ちょっと情報が薄いんですよね。そしてですね、大根。と、こんにゃく。ああ、こんにゃくが。こんにゃくがつかめない。こんにゃくですね。そして、はい、卵。卵です。じゃあね、早速ね、食べていきたいと思います。まずはですね、ちょっと、このスミノフのね、アイスをね、飲んでいきたいと思います。よいしょ。いただきます。まあ久々に飲みましたけど、ちょっと柑橘系のね、なんかそんな感じのレモンテイストってやつですか。美味しいですね。久々に。じゃあね、ちょっとね、せっかくなんでね、今回ちゃんとね、からしもね、もらってきてるんです。からしをね、ちょっと直接こんにゃくにはかけて、それではいただきます。チカッパイマカー。まあさすがにね、まあこんにゃくといえばね、まあ包丁では切れるんでしょうけど、アニメの世界ではね、斬鉄剣で切れないものといえばこんにゃくというだけあって、口の中でね、こう逃げますね。面積が広い分にはね、こう噛み砕けるんですけど、で、スミノフアイス。それではですね、ちょっとね、せっかくね、豊から亭の唐揚げもね、買ってきてるんで、これもね、ちょっと食べていきたいと思います。これ、ポッカ。札幌レモンをね、こう垂らして、ね、食べるとね、美味しいんですよ。
ですよ。ほら、唐揚げの皮についた衣っていうんですか、いいね、パリパリ。チカッパイマカー。よし、じゃあね、ちょっとね、牛すじをね、ちょっと食べていきたいと思います。トロトロですね。柔らかい、うまい。そしてですね、この鳥じゃないや、魚団子ですか、いや、つみれみたいなやつですよ。いいね、海のハンバーグじゃこのことですよ。魚を使ってね、ハンバーグ、海のハンバーグとは言わないと思うんですけど、ちょっとね、このね、柚子胡椒をね取りすぎない程度にもらえるんですよね。だからこれをね、ちょっとね、つけていきたいと思います。で、その前にスミルフアイス。で、飲み物がないので飲み物をね、出したいと思います。はい、ということでね、発泡酒が到着しました。間違いない音ですよね、ほんとね。よいしょ、よくこぼすんですよね、ここは集中して継がないと。よし、いただきます。あー、チカッパイ冷えてる。で、ちょっとね、この柚子胡椒がね、あともう一袋ね、あるんでね、これをちょっとね、大根にね、かけて食べたいと思います。大根はね、4つ4分割ぐらいにして、で、こんな感じで、いやー、素晴らしいね。こう、一番いいところを使って作るからね、セブンイレブンさんのはね。二級河川敷のね、河川敷とかにね、大根入るんですよね。あれね、引っこ抜いてね、食べたらね、もう筋ばっかり。すごいですよ、本当に。いやー、すごい、ゆずが。いやー、ゆず胡椒最高。からの発泡酒。
あー、表面が凍ってた。よし、じゃあね、今度ね、この卵をね、食べたいと思います。卵をね、難しいんだな、このお箸でね、つまむのが。いくよ、ほいね。やっぱりね、お箸の持ち方がね、できてこそつかめるというね、うん、教えてくれた人に感謝ですよ、ほんと。そして発泡酒。あー、やばいね。で、このね、ジューシーソーセージ、これを食べていきます。バリバリやばい、めちゃめちゃやばいですよ。あのね、食べながらで申し訳ないんですけど、もうね、お汁を吸っててね、で中身がジューシーっていうことでね、おでんのお汁とソーセージのね、肉汁とでね、パンパンになってる状態にね、ゆっくりね、噛むと、もう弾けるようにね、パツンってな具合にね、切れるんですよね。噛み切れるんですよ。こんだけね、柔らかい。これボリューム上げてたら多分ね、パツってこう切れる音が聞こえると思うんですよね。そんぐらい柔らかい。いやー、舐めてましたね。大したことないだろうと思って買ってきたんですけどね。これはいいですよ、ほんと。そこで発泡酒。あと、ちょっとね、ここ最近ね、年齢聞かれるんですよね、いろんな人から。桐崎英二の親父ですって。あの桐崎英二君のね、お父さんとね、同じ年齢なんですよ。いやー、ソーセージね、いいね、美味しかったね。そして発泡酒。美味しいね、ほんと。できましたよ、このね、ごぼうの、ごぼう巻きっていうんですかね、これ。柔らかい。そういえばセブンイレブンのおでんってタコあったっけ。タコなんかあっても良さそうな気もするんですけど、今回見当たらなかったですよね。魚介はね、あー、なかったね。そういえばすり身、魚のすり身ぐらいですよ、今回買った魚の団子。はい、ということでね、おでんをね、完食しました。ちょっとね、スープをね、少し飲みたいと思います。しみる美味しさだね。そして発泡酒。うまい。じゃあね、ちょっとね、ちょっと豊から亭のね、唐揚げくんをね、唐揚げくんをね、そう、唐揚げくんとか言っちゃダメだね。唐揚げをね、食べていきたいと思います。まだ1個しか食べてないからね。あとはですね、もう唐揚げをね、食べて飲んでってするだけなんで、ちょっとね、雑談もね、交えながら食べていきたいと思います。今回ですね、サブのパソコン、
うん、で使ってるメモリーが一部故障して実装12ギガで動かしてたわけなんですよ。で今回ちょっとまあ8ギガを2枚、16ギガ、動作ロックは1600メガヘルツですかねの DD3 のメモリーを積んだわけなんですけども、これからですねパソコンをね買おうと思う方、そしてね今お持ちのねパソコンで YouTube にアップするための動画をね編集しようとする方は、まず必要最低限度で、まあ、カットして BGM をつけるぐらいで一回再生してみて、エンコード書き出しながらエンコード書き出しをやってみて、それで事足りるのであれば、まあ、大体8ギガでも十分動くらしいです。ただですね、効果音、文字スーパーとかテロップ、あと別でそのタイムレーンに追加して2つも3つもタイムレーンをつけたりすると、これがですね8ギガじゃ足りなくなります。なのでまず必要最低限度の編集作業で行ってみて、それで満足いけるのであれば8ギガでもいいとは思うんですよ。うん、4ギガはちょっと無理ですよ。うん、8ギガ、せめて8ギガ。うん、ただね結構ねタイムレーンというんですかねがあって、その1の部分からじゃあ50の部分までゲージを動かしていった時に綺麗にそれが動くかって言ったら動かない場合があるんで、そこはもうねその自分のスタイルに合った容量のそのメモリーもしくはスペックのパソコンを購入することをお勧めします。だから結局何が言いたいかって言ったら、要は自作ですよ、自作。うん、自分で自分のやりたいことに対して事足りたスペックのパーツを積んでゲームなり編集作業をしましょうっていうことです。で唐揚げ、だからメーカーのパソコン、まあ、8ギガしか積んでなくて、まあ、動くちゃ動くんですよ。ただやっぱ CPU とかスペック低いですもんね、ノートとか普通のメーカーのデスクトップは。まあ、壊れない故障しないを前提に作ってますから、うん、ただねやっぱやりたいことをねやろうと思った時に動きません、はっきり言って。だからん？何？ iMac？ iMac ですか？の一番高いやつを買うっていう人がいるんですよ。だからどうしてもね Mac にねこだわる方はもう最初からね最高スペックを持ってた方がいいです。大は小を兼ねるって言うでしょ、うん、メインのパソコン変えてきました。でそのメインのパソコンはメモリーが8ギガを4枚積んでます。まあ実際そこまで使えませんけどね。そして発泡酒、自分で作るから自作じゃないんですよ。ショップの人に作ってもらっても自作って言うんですよ。まあ否定する方が若干いらっしゃいますけど、なのでね結構アフターフォローとかアフターサービスとか保証が効くっちゃ効くのが
BTO じゃなしに自分でショップでパーツを選んで工賃払ってショップの店員さんに組んでもらう自作 PC がいいです。はい、だからそうね、よその YouTuber さんのね動画見てて、クオリティが高い人の動画っていうのはね、やっぱりスペック結構いいスペックのパソコン持ってると思いますよ。うん、 BGM、 文字スーパー、まあテロップも一緒ですけど、それにまあいろんなエフェクトをかけてね、でガベージマット使ったりとかね、マスキングかけたりとかして、まあそういうことやってるとやっぱりね、8ギガじゃねえ、メモリーはね8ギガじゃねえ、全然足りません。うん、まあ、やってみた結果がそうなんですよ。うん、メインのパソコンがいなかったので、代わりにねメモリーが8ギガの CPU が i5 のパソコンを借りて編集してたんですよ。いろいろですね、そのやりたいことをね、1からまあ5まであるとして、これ3とか4とかするとどうしてもねパソコンでね動かなくなってくるんで、それなりのね CPU とそれなりのねメモリーがね必要になってくるんで、まあね大は小を兼ねると言います、上を見たらキリがないとも言いますけども、まあメモリーに関しましては、まあ、8ないし16までを積んで、メモリーの動作クロックはそこまで高くなくていいと思います。これがねあんまり高くするとですね、不安定になって動逆に動かなくなるんですよ。なのでメモリーをねそこそこ 1600MHz とか、まあその辺からちょっと上の分でもいいと思います。はい、まずはちょっとね自分のやりたいことでメモリーをショップの店員と相談して積んでやってみてはいかがでしょうか、ということでもうお時間となりました。もしこの動画がよろしければ高評価よろしくお願いします。そしてまだチャンネル登録がお済みでない方、説明欄よりチャンネル登録できますので、そちらからどうぞ。パソコンでご覧の方、エンディング中チャンネル登録できますので、そちらからどうぞ。それではまた。さよなら、さよなら、さよなら。いやー、よく喋った。